はい、こんにちは、ナマルです。今日はね、うちの中から撮影してます。よろしくお願いします。はい、東京城ね、快晴ですね。雲一つないですね。今日は11月11日です。金曜日ですね。時間はね、3時半ぐらいです。はい、今日のテーマなんですけど、フィリピーナにとっての幸福論ってね、まあ、こんな話します。はい、まあ、幸福論、まあ、幸福ですか、幸福、じゃないかとか、まあいろいろ基準があると思うんですが、まあフィリピン人にとって幸福とは何なのか、幸福論、結構ねあると思うんですけど、まあ日本人と違うところもあるのかななんてね、僕は思ったりします。で、やっぱりね、こういう現代の中で、幸福論ってなんかすごくね、重要なキーワードになるし、こういうなんかね、殺伐としたね、こういう世の中であって、なんか、個々をね、こう重視するようなこう世の中になってきたときに、じゃあその人のとかその国のとか、幸福論って何なのかなって思ったことがあるんですけど、まあだから僕の抱いている幸福論と、まあうちの奥さんの抱いている幸福論って違うのかなと思ったりしたんですけど、まあ似たり寄ったりなのかなと僕は思いました。だからまあ人にそれぞれでね、その人にとっての幸福とは何かとかっていろいろ考えるんですけど、でもやっぱりね、物欲とかいろいろ、いろんな欲の中に人間が置かれていて、その人のね、幸福っていうのは本当は何なのかっていうふうにね、考えた時にね、結構難しいのかなと思いますけど、まあそんなところね、ちょっとお話していきまーす。はい、フィリピンにとっての幸福論、まあフィリピン人にとっての幸福論、まあこんな話ですけど、まあ僕結構ね、この幸福、あなたは幸福ですかっていう、このキーワードに対してね、僕すごくね、ものすごい興味があるんですけど。で、じゃあ自分はどうなのか、今、じゃあ幸福なのか幸福じゃないのかっていうと、僕はね、幸福だと思っています。それはなんかね、いろいろ、まあ人によって考え方は違うと思うんですけど、僕にとって今だから幸福か幸福じゃないかって、僕は幸福でとても幸せだと思っています。だから心が満たされているとは思います。で、それはどういう基準でそういうふうに思っているかっていうと、なんだろうな、物欲、金欲、なんかいろんな欲の中で、それをいろいろ、剥ぎ取っていった中で、最後に残ったものが残って、僕にとって幸福なのかなって思います。で、ただね、やっぱりお金がないとで、ね、悲しいとかね、ご飯が食べられないと悲しいっていうこともあるんですけど、それ以前の人間の幸福っていうことを自分に考えたときに、やっぱり自分は今幸福だっていうふうに思います。それはまあ、どこを基準にしてるかっていうのは、まあ、お湯を話していくんですが、まあお金がないよりあった方がいい、なんかこう大きな家に住んでる方がいいとか、そうじゃない方がいいとか、まあいろいろあるんですけど、僕はそんなものはなくどうでもよくて、自分の中で、本当にね、心の中が満たされた時に、ね、それは幸福だと思っています、考えています。はい、ちょっとごめんなさい、少しドリンクを飲ませてください。今日も、ブレンド、キリマンジャロのブレンドです。いただきます。今日はめちゃくちゃ薄く入れたんですけど、めちゃくちゃでもな、これは普通の平均的なのかな。いただきます。あ、美味しい、うん、あ、このぐらいで入れてもいいのかな。はい、コーヒーもね、なんか好みがあるんで、うん、薄く入れてもね、意外と美味しいですね。まあ、フィリピンにとって幸福論ってことで、まあ、あと自分にとっての幸福論の話でもあるのかなと思うんですが、まあ、主にフィリピンの人たちって、やっぱり、宗教が土台になってて幸福を考えてたりするのかなと思って、やっぱりね、意外と、なんだろう、日本人が持ってないね、感性というのは、とてもね、僕は感じるんですけど、やっぱり家族がいて、幸せで、毎日ご飯が食べれてね、ちゃんと
うちに住めてっていうことがね、大きなうちとか小さなうちとかではなく、日々のね、食事ができて、家族がね、病気でならないで、病気にならずに幸せでいられるっていうのはね、基本的にやっぱ幸福だと思ってる人が多いのかなと僕は感じます。で、それをやっぱりね、日々感謝し続けていて、その、感謝はね、忘れないというのがね、フィリピン人の、ね、基本なのかなって僕は思うんですけど、僕はそう感じるんですけど、まあ、あとね、まあ、一人もね、目立ちたいお金が欲しいとかね、いいお家に住みたいとか、いい車が欲しいとか、みんなに、ちやほやされたい、認められたいとかっていう方もね、まあ、多数、まあ、多少はいるのかなと思います。だからなんかね、そういう人たちとか、まあ、それはフィリピン人に限らず日本人もそうなんですが、その欲求が満たされないとき自分は不幸だっていうふうに、ね、感じるのかなと思ってね、僕それすごくね、悲しいことだと思います。で、実際その人たちが、まあ、旗から見ると、じゃあ不幸か幸福かとか、幸福じゃないとか、って見ると僕はそんなにね、不幸せで不幸じゃないとか、不幸だとかとは僕は、思わないんですね。それはね、なんかね、でもその人からすると、やっぱり満たされない、自分の思いと考え方とか、違うっていうことでね、やっぱり不幸、幸福でないとか、っていうことを、自分の心の中にね、こう抱いてしまうのかなってね、僕はそう見えるんですが。はい、まあ、数々ね、まあ、まあ、人をやっぱり見てるとね、やっぱり、うん、それはすごく悲しいことだとね、僕は思います。で、うちの奥さんってやっぱりね、うん、そこのとこ意外とね、考え方がしっかりしてて、僕はね、彼女に惹かれるとか、そういう面で、やっぱり、日々のね、こう、生活の、こう、幸せをね、ちゃんとね、感謝するっていう心を忘れないっていうのがね、うちの奥さんのね、素晴らしいところだと思うんですが、だから、まあ、今ね、娘、3人でね、日本に暮らしてますが、とても裕福だとは言えない暮らしなんですが、でもね、日々健康で、ご飯が食べれてね、家族で笑いながらね、生活できてるっていうのは僕はすごくね、幸せだと思うし、相手に対して何かね、こう不満を抱くとかね、怒りをぶつけるってこともね、ほとんどないですし、やっぱりちゃんとね、感謝をね、お互いに伝えるってことがね、幸せの中に、自分たちが置かれてるんだなって僕は思います。それすごくね、大切なことだし、無論ね、お金がたくさんあった方がいいんだけど、なかなかでもね、そんなに世の中うまくいかないし、まあ日本にね、来たフィリピン人の人たちもね、やっぱりお金を求めて来る人も中にいると思うんですよ。なんか、ああ、お金持ちそうな男性だからこの日本人と結婚しようとかって思ったけど、実際あんまり金持ちじゃなかったとかね、不満があるかもしれないし、なんかね、いろんなものに縛られて日本で生活してる人もいるのかもしれないんですけど、でもね、なんかね、その人たちもね、もともとはそうではなかったんじゃないかなと思いますけど、ただね、やっぱり家族との関係、なんかね、自分はないがしろされてるんじゃないかと思う、その思いとかもね、考えるとちょっとね、悲しいところもね、あるのかなと僕は感じました。はい、まあね、最終的にもね、なんかお金でつながってる家族とか夫婦ってなんかあまりうまくいかないようなことになるんじゃないかなって僕は考えるんですけど、最終的にどうなんだろう。やっぱり、愛と友情のようなものがね、大切なのかなって僕は感じます。だからお金で買えないもの、まあ健康もそうですよね。健康であるってすごい大事ですね。だからなんかね、お金がいっぱいあっても健康ではないとかっていう人もちょっと悲しいしね。そういうことを考えるとね、健康である、そして、愛と友情に溢れた家族、または友人がいるとかっていうことはね、やっぱり幸せなんだというふうにね、僕はそう定義しますけどね。だけどなんかね、そういうことの、本質を見失ってしまってると、なんかどん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 ね、違う、こう、方向にね、自分の考え方が行ったりとか、思いが行ってしまうっていうのはね、なんかずっとあるのかなと思います。だからそこのところの本質をね、ちゃんと見誤らないように、することがすごくね、なんかね、大切なんだと僕は思っています。まあ、そこのところがね、やっぱり大切なのかな。まあ、だけど、現代の中で、やっぱりこう、うん、なんだろう、つながりがちょっとね、急になってきたりとかすることがありますよね。で、やっぱり、つながっていることっていうのは、まあ、
まあ、直接会ったりとかするとか友情だったりするのかもしれないけど、あとまあ SNS 上でのつながりがものすごく多かったりとか、だから意外とね、こう、なんていうの、相手に認めてもらいたいがためのこうフォロワーを増やすとか、またはなんだろうな、いいねが欲しいとか、なんかそういうね、承認欲求がすごい多くなってくるのかなと僕は思うんですけど、なんかだから自分のやりたいことの本来の SNS 上での問題がなんか違う、相手に媚びを売るようなね、そういう承認を得るようなとか、承認欲求を満たすだけのことに使われているようにどんどんなっていくような僕は気がするんですけど、なんかそれはちょっとな本質から外れているような気がするんですけど、まあだからまあ、あれですね、うん、自分がこう何がしたいのかっていうこともねすごく大切ですし、その中でね自分らしさをねこう表現していくっていうのはすごく大事なのかなと僕は考えています。まあでもあれですよね、なんか家でね、こう、なんか、ぼーっとしているように、なんかね、自分のなんかこう、知り合いが SNS 上、まあ、例えばインスタとかなんかね、なんかどっかで遊んでて、こう、パーティーやって映像とか上げてると、自分は一体何やってんだろうと思う人も中にはいると思うんですけど、でも人は人、自分は自分だし、自分がこう、どうするかっていうことは自分自身が決めるんだって、人の評価ではないと僕は思っているので、そこのところはね、やっぱ履き違えてはいけないのかな、なんて思いますけど。だからなんかあんまり人がこう、羨ましいとかどうとかっていうこともあまり、感じないんですよ、最近。ああ、だけど、あの人とこの人は、私とは全然違うとかってね。全く同じ人間だとまたちょっとね、考え直すこともあるんですけど、全く異質の人間だし、そこのところでね、人と自分を比べるってことを、あまり僕は重視しなかったんですけど、だけど、なんかね、日本人っていうか、まあ、日本の学校もそうなんですけど、まあ、人と比べるような社会、同じようなことを条件を求めて、なおかつそこで優劣をつけていくっていうことが非常に多いか、ので、人と自分は違うっていうことを、なんかね、早くから認識できればもっとね、良かったのかなと僕は思いますけど、だから娘にはね、そういうふうに教えるようにします。だからまあ、保育園に今行ってますけど、保育園の友達もね、それぞれみんな違う家庭だったりとか、出身が違ったり、また国籍が違ってたりとかするってことが結構あるので、最近すごいですね、保育園もね、インターナショナル化しててね、まあ普通の保育園でもいろんな国の子がいたりするので、その中でね、まあ自分自身が、自分がどうあるべきかということをね、なんかね、彼女に、うちの娘にね、伝えていければね、いいと僕は考えていますがね。まあそんなわけで、まあ、あまり幸福論と関係ないのかな？これを、この話は。はい、まあ、じゃあ結論として、まあ私はすごく幸福だと思っています。ただね、やっぱ今でもやりたいこともね、結構やってるんですが、ただ、自分が達成感があるかというとなかなかそういうわけではないので、これからもっとね、努力していかなきゃいけないのかなと思っています。やっぱり、まだそんなに年取ってないと思っている。まあ、57になったんでね、もう年取ってんのかな。はい、体力的に全然元気がないんでね、少しちゃんとね、栄養もうちょっと取った方がいいのかなと思いますけど。まあ、そんなわけで、まあ、今日はね、フィリピンナーの幸福論についてってお話をしたんですけど、まあ、フィリピン人の人たちはね、やっぱり感謝を忘れないっていう心がね、やっぱり、心の中にあるのかな。やっぱりそれは宗教的なことなのかなと思います。だから日々のね、こう感謝をね、忘れずにっていうことを、日々思い起こさせるように、努力していくっていうことを僕たちもね、私もしていかなきゃいけないのかなと思います。今日はね、最後に見てくれてどうもありがとうございました。またこれからもよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。このチャンネルでは、ね、フィリピン人とのね、国際結婚の話、それからね、子供とのね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法のね話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれてね、ありがとうございました。はい、あけみちゃん、バイバーイ。はい。